風よ、そして昨日ホームランを打ったウィーラーよ、ほんのちょっとでいい、オラに楽天ポイントをあげてくれはい、どうも、始まりました。無職のおじさんがいろいろ語る平日の真っ昼間に行われるネット番組、無職ミッドナイトの時間です。私が底辺中の底辺、底辺の中ではちょっとだけ上の方かなと自負しているチョメ加藤でございます。よろしくお願いしますはい、丘を越え行こうよ、そろそろ自首しに。さあ、ニュースの時間でございます私ですね、またコンビニのバイトに募集してきました。そしたらですね、なんと試験採用ということで、あのタイから来たチャンナム君と私で、あの正規のバイトの座をかけて 最低賃金で争うことになったんです。そしてまた負けました。これで0勝18敗です。どうしても外国人労働者に勝てない。今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここでお悩み相談をいただいております、人生が辛いです。どうしたらいいでしょう。私の解決法もあります。そりゃ辛いことあるよ。この番組見てるやつなんて平日の真っ昼間にブラブラしてるやつだからな。なんかこう自分をごまかすにも限度がある。だからね、心の中にスイッチを一つ持つんです。みんなも持ってるだろ、一つスイッチを。私はね、いつも思うんです。このスイッチを押せば全国のアパホテルのどこか一つの部屋の電気が消える電気が消える、電気が消える。不倫カップルざまだ。こうやって心を癒す今日この頃です。でもね、あのコンビニの話に戻るんですけどね、まあ、コンビニのバイト落ちまるっつんでね、労働組合にどうしてもらおうと思ってね、あのちょっと相談しに行ったんですよ、左翼の人たちに。でまあ相談自体には乗ってもらったんですけどね、あのこの後懇親会があるんで出ませんか。そうですか、出ます。懇親会はあの居酒屋で3000円です。そんな金あるか。そういうとこだぞ日本共産党ダメかもう一回言う、そういうとこだぞ日本共産党。大きな栗の木の下で今日も野宿か。さあ最後のコーナーになりました、最後のコーナーはいつもの妄想昔話、桃太郎ルート7でございますなんか今日被りましたね、桃太郎ルート7。昔々あるところにおじいさんとおばあさんと7人の戦士がいました。おじいさんは世界を滅ぼすべく魔王に、おばあさんは光の戦士となって世界を守ることを決心しました。そんな時、白鳥座ゼネブのそばにあるブラックホールから大きな桃がどんぶらこどんぶらことやってきました。うわっかーどーん、桃太郎は滅びた。桃太郎が滅びた世界では鬼が世界を支配するバッドエンド。さあ次週はオラ砂糖紹介で業務用タピオカ20キロ買ったぞ桃太郎ルート85、地獄より素敵なところでお送りします。さよなら